私もレーザー彫刻始めました。第14回目、プラスティック素材に彫刻します。皆さんこんにちは。レーザー彫刻、これまで木材やゴムスタンプ、レンガに彫刻してきましたが、まだプラスティック素材に彫刻したことがありません。今回はプラスティック素材に彫刻して、匂いや煙も報告してみたいと思います。まずこの作業ボードに彫刻してみたいと思います。普段電動ドリルやホールソーを使用するときに下に引くボードなので汚くてすいません。図柄はネジに付属されているこの図柄を彫刻しています。彫刻はネジの純正ソフトを使用し、大きさ50mm 四方、彫刻の時間は約40分でした。プラスチックが溶ける匂いは出ますが、煙も匂いもそんなに強くありません。換気扇回していれば大丈夫なレベルです。彫刻し終わってから気づいたのですが、バーニングタイムの変更を忘れ、初期設定の10のままでした。そのため全体が溶けてぼやけてしまいました。しかし逆にこの強さでも、この素材であれば穴が開いたり燃え上がったりしないことが分かりました。再度バーニングタイム1で彫刻しています。彫刻時間は約20分です。レーザーが弱くなった分、匂いや煙はさらに少なくなりました。素材に凹凸があるので少しボケ気味ですが、先ほどと比べるときれいに仕上がりました。さて次はレーザー彫刻の部品を入れているこの半透明のボックスの蓋に彫刻しています。素材はポリプロピレンです。設定はバーニングタイム3、レーザーパワー 100% です。レーザーが通過してしまい、彫刻できていませんね。そういえば、養生テープを貼るという方法を以前見たような気がします。これで試しています。バーニングタイム3では弱すぎて彫刻できませんでした。バーニングタイム5で文字が浮かび上がりました。仕上がりはこんな透明な透かしのようにできました。これはこれでいろいろ使えそうです。最後はこのギターの図柄を電子タバコのケースに彫刻してみたいと思います。このケース金属っぽく見えますが、プラスチック素材です。設定はバーニングタイム1、レーザーパワー 80% です。バーニングタイム3、レーザーパワー 100% では焦げてしまいました。素材によって設定が結構大きく変わりますね。なのでできるだけ設定記録を残すようにしています。ちなみに前の2つはすすが出ませんでした。
これは塗装の関係か、すすが出ました。最後までご視聴いただきありがとうございました。